はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もご視聴くださいましてありがとうございます。本日2022年7月7日七夕の夜に収録しております。毎月7日は、この月刊、つくるの発売日になるんですけども、本日7日に、篠田編集長が送ってくださいました、つくる8月号が届きました。編集長いつも本当にありがとうございます。感謝いたします。今日はつくるこの8月号を手に、大阪まで天柄門の七夕上映を見に行かせていただきまして、阪急電車の中や帰ってきてからもこう細かく、全部ね読ませていただいたんですけども、迷子恒例の、まあ、春友さんに関する記事、そしてまた最近はほっこりカフェのファミリーの、作品なんかもたくさん載せてくださってるんですけども、この8月号にも、たくさん載せてくださってますし、この春友さん関連じゃない記事も、今月この8月号もなんかすごい私もね興味深く読ませていただいた記事がありましたので、今日は届いたばかりの作る8月号のお知らせをさせていただきたいなと思いますので、どうかお付き合いください。よろしくお願いいたします。6月後半にはね、この死を超えて生きる人パート3を読ませていただいて、まあ、すごく感動してこんな話も伝えさせていただいたところなんですが、この8月号でもこの死を超えて生きる人パート3に続いて、我が家の春間さんコーナーということで、また新たにね、この送ってくださった写真なんかを掲載していただきますので、皆さんご自身のお部屋とまた見比べていただけたら、いいのではないかなと思っております。そして次のところに、掲載していただいております、キララスズさんが同じく西尾市在住の似顔絵師、キエさんに依頼して、書いていただいてプレゼントしていただきました。この素晴らしい、もう今ほっこりカフェではもうおなじみなんですけども、このまさにリアルほっこりカフェで、春間さんがコーヒーを飲みに来てくれて、マスターの私と嬉しそうに話をしている、この私ももう紹介させていただいた時はなんかもう胸がいっぱいになってしまいましたが、この似顔絵をこの8月号で掲載してくださってます。編集長むちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと紹介させていただきます。その他春友さんたちから届いた写真をできるだけ掲載していこう。まず上のイラストはほっこりカフェの堀内敬三さんが送ってきたもの。西尾市在住のキララスズさんが同じく西尾市の似顔絵師のキエさんに依頼して、ほっこりカフェで私と春馬さんが楽しそうに話しているこんなに素敵な似顔絵を送ってくださいました。本当に幸せな気持ちになる素敵な作品だと思います、という、私が送らせていただいた文章も掲載していただいております。改めてキララスズさん、キエさん、本当に素敵な似顔絵を送りプレゼントしてくださいましてありがとうございます。作る8月号に載せてくださいましたので、ぜひまたキララスズさんも手に取って見ていただきたいなと思っております。そして右下はそのほっこりカフェに参加しているほっこりファンさんが堀内さんに送ってきたステンドグラスのお馬さん、これも素晴らしい作品だということで、一旦ね、ものすごく私は大事にしているので、もう厳重に、割れないように、包んで、ちょっとしまってたんですけど、今日は、この作る8月号に、このほっこりファンさんがプレゼントしてくださいましたステンドグラスを、掲載していただいていることを紹介させていただきますので、もう一回取り出してまいりました。そしてなんと今日は、ほっこりファンさん、東方梅田の天柄門七夕上映に来られてて、お会いできたのも嬉しかったですし、今日はその届いたばかりのこの8月号を手に、そのほっこりファンさんにプレゼントしてくださいましたステンドグラスを掲載していただきます、いただいてますよってね、この作る8月号を出してお見せしたら、なんとカバンからこの作る8月号を出されて、実は今日私も本屋さんに行って買ってきたら、
私のこの堀内さんに送ったあのこのステンドグラスが掲載されててびっくりしましたとおっしゃってたので、なんとこのご自身の作られたステンドグラスが掲載されるのをもう知るまでにこの作る8月号を買い求めてくださって、見たらご自身が作られてたステンドグラスが掲載されてたという、なんかすごいこうワクワクするようなこともありました。ほっこりファンさん、本当に素敵な作品をあの作りプレゼントしてくださりありがとうございます。このキララスズさん、キエさんが描いてくださいましたこの似顔絵、そしてこのほっこりファンさんが作ってくださいましたステンドグラス、どちらも一緒にこの作る8月号に掲載していただけて、なんか私ももうすごいあの嬉しかったです。そしてまた本誌6月号で紹介したが、堀内さんはほっこりカフェ参加メンバーから春馬さんへの4月5日誕生日のカードを募っていた、左ページ左上から2番目はそれに参加したともさんが作ったカードだということで、このいろんなカードを紹介させていただいている時もこのともさんが作ってくださいました、書いてくださいましたこのカードのなんかこうセンスの良さをお話しして紹介させていただいたんですけども、このともさんの作って書いてくださいましたむちゃくちゃ素敵なバースデーカードも、この掲載してくださってます。ともさんありがとうございます。そしてそしてそして作るとの出会いは足を越えて生きる人でした。いつも気がつくと夢中になって読んでいます。ほっこりカフェ企画の春馬さんへのバースデーカードに参加しました。春馬さんに届くように心を込めて作りましたという形で、ともさんのねメッセージも掲載していただいています。ほっこりカフェでは7月18日の春馬さんの参加期にも春友さんたちのメッセージ動画を公開する予定だということで、この7月18日は皆さんから送ってくださいました皆さんから春馬さんへのお便りを背景三浦春馬様というメモリアル動画にして私が読み上げさせていただきまして、7月18日の朝にアップさせていただきたいなと思いますし、またあのその皆さんの お便りを読み上げさせていただいた感想もまたぜひその時に感じたことがきっと私もあると思うので、その感想もまた篠田編集長にその7月18日をこんな風にして春友さんの皆さんの思いを受け止めて過ごさせていただきましたっていう、またあの文章もあの編集長にあの送らせていただきたいなと思っております。そして、右上はそのほっこりカフェ参加者のこのこさんの陶磁器だ、ドラマ金恋の豆皿と土浦の花火とキンキーブーツが形取られたものというということで、こちらに、もう恒例となりましたのこのこさんの作品が、掲載されています。今日梅田の映画館でのこのこさんにもあのお会いして、あののこのこさん掲載されてますよってね、あのお伝えさせていただいたんですけど、この金恋のねこのお猿さんの豆皿なんですけど、これもねすごい素敵で素敵な作品を作られましたねってね、あの今日もねあのお話しさせていただいてました。そしてねこの左下のところにあのコンサートのね、ご紹介があるので、こちらのも紹介させていただきます。7月18日には全国で春友さんたちがいろんなことを予定しているが、クー・ファティマさんとカイト・アラジンさんらも地元前橋で切り絵の原画展と三浦春馬さんをイメージした創作物語の朗読コンサートを開催する、本誌編集長篠田も参加予定だということで、この7月18日月曜日、アメージンググレース前橋というね、すっごい素敵な会場です。ファティマさんから会場の写真なんかもね、送って見せていただいたんですけど、すごい素敵な会場で、12時半から切り絵原画展オープン、午後2時から朗読コンサート、2000円税込み、完全予約制ということですので、ぜひね、この作るにも案内が載っておりますので、近隣の方で、足を運べる方はね、ぜひ、ご参加いただきたいなと思っております。きっと素敵なね、
なんかあったかい思いになるイベントになるのではないかなと思っております。そしてもう作るでは最近恒例となってますリコサラママさんとレコさんの鉛筆がどちらも素晴らしいですね。ね、掲載していただいております。でね、春友さん関連のところでいくと、そのところの後半にあの7月18日が間もなく訪れるっていう今回特集記事を組んでくださってて、春馬さん三回忌と春友さんたちの思いということで、こちらの方は、以前、最近かな、先週か、篠田編集長の記事が、ヤフーニュースに、掲載されてて、それをまた、紹介させていただいたと思うんですけど、それの、まあ、原文になるような、さらに詳しい、記事が、こちらの方に載っておりますので、まあ、7月18日に関してや、また、秋に3回目の上演が決定しました、キンキーブーツに関してもね、また記事になっておりますので、ぜひね、皆さん、興味あられる方たくさんおられると思いますので、読んでいただきたいなと思っておりますし、またこの後半のところにも、ほっこりカフェ紹介してくださってまして、改めてこう読み上げさせていただきますと、6月最後の週に三浦春馬死を超えて生きる人パート3が発売された。事前予約もかなりあったし、多くの反響も寄せられている。発売直前の6月24日には YouTube ほっこりカフェがその本の内容紹介を丸々一本の動画にして配信してくれた。その配信の中で主催者の堀内敬三さんが本を読んだ感想として、この1年間、春友さんたちに感じたのは、連帯と行動ですと語っていた。連帯とは、春友さんたちの連携が広がり、様々な交流が生まれていることを指しているのだろう。そしてもう一つ、春友さんたちの行動も着実に進んでいる。春馬さんを忍んで、グリーフワークと呼ばれる行動を行うことを、春活と呼ぶが、その春活の中では、初対面でも声を掛け合い、一歩踏み出してみるという行動が広がっている。しかもそうした行動を通して春友さんたちの思いは、何度にもわたる天柄門などの特別上映だけではなく、様々な形で結実しつつある。着実に結果を出せているのがすごいところだっていうふうにね、紹介されてますので、またね、皆さんゆっくりと読んでいただきたいなと思って、おります。そしてこの作る8月号、すごくね、私もね、興味深く読ませていただいたところを、ちょっと後半、何箇所かね、紹介させていただきたいなと思うんですが、これはちょっとほっこりカフェ的な話題ではないんですが、まあ、ご存知の方もおられるかな。岸田派のホープ、岸田派の議員と言われている吉川赳議員が、先日ちょっとこの週刊ポストに、まあ、スキャンダルを報じられたということで、まあ、あんまり私も言葉に出して言いたくないんですが、18歳の娘さんに、まあ、お金を払って、どうのこうのっていう、まあ、ここにはパパ活って書いてあるんですけど、そういうことが、まあ、週刊ポストの記事は私知らなかったんですけど、週刊ポストに、まあ、そういう記事を出す、スキャンダルとして、出されたそうで、その後追いの何かを私なんか YouTube で見させていただいて、アホやなと思ってね、まあ、見させていただいたんですけど、で、やらかしたことからしたら、まあ、これはもうすぐに、もう議員辞職、するべきものやし、するやろうなと思ってたら、議員辞職せずに、今読ませていただいてても、自民党をひとまず、きっとひとまずということだと思うんですけど、党を辞めて、今なんかどっかに雲隠れ、隠れてるそうなんですけど、出てこずに、で、おそらくまた、選挙が終わって、ほとぼりが冷めたら出てきて、しらっとこの、議員活動をして、そのうちわからんうちに自民党に戻ろうと思ってるのかどうするのかわからへんと思うんですけど、で、今もう参議院議員選挙直前ということなんで、その、自民党議員の中にも、これは議員辞職するべきものやという声が、それ上がって当然やと思います。こんな人がその参議院議員選挙の直前にこんなことやらかしたら、何
してくれてんやと、もうとっととやめてくれっていうことになると思うんですけども、現在はまだ議員辞職してません。で、私ね、ここにもちょっと触れてあるんですけど、すごい不思議なのは、安倍さん、安倍総理の時に、あの時もなんか日本中で、安倍を許さない、安倍政治を許さないって皆さんこうプラカードを立てて、その安倍やめろっていうこのなんかものすごい運動があったし、まあそれがどうのこうのっていうより、それを報道されてたし、全チャンネルで安倍批判っていうのを繰り広げられて、まあどんどん支持率も下がっていったっていう経緯があったと思うんですけど、今よく考えたら、不思議なくらい、どのチャンネルでも、岸田首相の批判っていうものを全くしてへんのが不思議です。で、この状況の中にあっても、この経済的に全ての物価が上がっていってっていうこの状況の中にあっても、岸田さんの支持率が全く下がらへんのです。で、それは下がらんで当たり前やと思うのは、どのチャンネルも岸田さんの批判をせえへんから、それは批判をせえへんかったら、全チャンネルで毎日批判してたら、そんなもんもう、支持率が下がるのに決まってるんですけど、今、全くどのチャンネルも、私としてみたら何の仕事してんのかなと思う岸田さんの批判をどのチャンネルもせえへんっていうことを、このあたりの変な感じをどうか皆さんも感じてほしいなと思います。で、どこもやっぱり思惑があって、あの時あれだけ叩いたのに、岸田さんになって叩かない。それはなぜなのやろかな。そのあたりをね、なんか私たちももうちょっとね、感じて考えなあかん時やなと思います。なんかね、ちょっと不思議な感じですので、またこの記事を読んでいただいて考えていただきたいと思いますし、もう一つね、すごいね、興味深く読ませていただいたのは、こちらの方は、元朝日新聞の政治記者の鮫島博士さんが、朝日新聞も辞められてるんですけど、その朝日新聞の政治記者だった鮫島さんが、朝日新聞政治部っていう、もう自分もこの、おられた、ど真ん中におられた時のことを、内情内実をね、こういう形で出版されているということも知らなかったので、また私もねちょっとこの興味深いので読ませていただきたいなと思ってますし、映画の話題としては、こういう映画の存在も知らなかったんですけど、ブラック差別を描いた映画破壊、島崎藤村の破壊ですよね、が現代に問いかけるものということで、ブラック差別をテーマにした島崎藤村の作品破壊が映画化された、一時は差別小説と断罪されたこの作品を今回の映画はどのように現代社会向けに映像化したのか、プロデューサーと脚本家に聞いたというふうに、こう記事が組まれてまして、この映画の存在も知らなかったので、ぜひ私もね見させていただきたいなと思いますし、もう一つ映画の話題で、コーダ、もう私も何回か動画でお話しさせていただいて、その後アカデミー最優秀作品賞も受賞したので、まあ、本当に私も嬉しかった、私も本当に感動した作品コーダ、チャイルド・オブ・デフ・アダルト、耳の聞こえない両親の下で育った耳の聞こえるお子さんのことをコーダと呼ぶんですけど、その、まあ、日本版コーダと読んでもいい作品が、できたそうです。今注目のドキュメンタリー映画私だけ聞こえると、自分は何者なのかという問いということで、上映拡大されつつあるドキュメンタリー映画私だけ聞こえるは、自分たちは何者なのかというコーダの人たちの問いかけを映像化したものだ。この映画が話題になっている意味を監督と考えたっていう記事を組んでくださってます。この映画のことも私知らなかったので、ぜひちょっとまた調べて私も見に行かせていただいて、また皆さんにお伝えさせていただきたいなと思っております。本日発売されました、作る8月号、ほっこりカフェの皆さんの作品、そして
私も大感動いたしました。キララスーさん、ケイさんが送ってくださいましたこの似顔絵、そしてほっこりファンさんが、送ってくださいましたステンドグラス、そしてこのトモさんの素敵なバースデーカードなど、掲載されていることを紹介させていただきましたし、後半はまた最近本当にいつも他では知ることができへんいろんなことをこの作るが教えてくれるので、すごい興味深いなと思ったところも今日は紹介させていただきました。ぜひ、現在発売中の作る8月号ほっこりカフェの皆さん手に取って見ていただきたいなと思っております。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。生まれてきてよかった、君と出会えたから。